人とポケモンが別々の世界で暮らしていた大昔、人が始めた戦でポケモンたちの暮らす森が激しい炎に包まれた。ポケモンたちは炎と煙に巻かれて逃げ場を失った。そこに現れたのが伝説のコバルオン、テラキオン、ビリジオン。テラキオンは持ち前の怪力で逃げ道を塞ぐ岩を壊した。ビリジオンは素早い身のこなしで火の粉からポケモンを守った。そしてコバルオンは怯えるポケモンたちを導き、焼ける森から逃がした。戦を始めた連中を圧倒的な力で蹴散らした。連中は3匹の力に恐れをなして、ようやく戦をやめた。というわけで、オンジャスどうもサオでございます。本日も5世代のお話をやっていきたいと思います。前回誰にも突っ込まれてなかったけど、なんか説明不足のとこ多かったぞ。はい、その通りなんです。というわけで、今回は前回の続きから話していきます。まあ、ただ前回の動画見てなくても大丈夫です。まあ、できれば見てほしい。じゃあ行くぞ。それでは前回のゼクロムとレシラムの神話の続きから参りましょう。とある元々は一体のポケモンが双子の王に従い、一種地方は建設されました。しかしその双子は、兄の方が真実を、そして弟の方が理想を求めるようになり、意見が完全に対立してしまいました。まあ、これがローマ建国の神話がモチーフになっているっていう部分になります。そしてそのとある一体のポケモンも2体に分裂しました。これは神話上は2体に分裂したと言われております。まあ、キュレムの存在は確認されていなかったというわけです。兄の方にレシラム、弟の方にゼクロムが使えました。そしてその争いを続けるうちに、兄弟は真実と理想のどちらか一方が正しいわけではないということに気づき、争いを止めました。ここで二人の意見が初めて一種になるというわけです。しかしその双子の子孫たちは再び争いを始めてしまいます。その滑稽な姿にレシラムとゼクロムは怒り狂い、一種を焼け野原にし、一種地方を一度ゼロにリセットします。その後レシラムはライトストーン、そしてゼクロムはダークストーンとなり眠りにつきました。これが第5世代の神話の全バージョンを含めた全貌になります。まあ、この双子の王っていうのはやっぱ現代における主人公と N の関係みたいなものも表しておりまして、まあ、全てのポケモンのシリーズを通して伝説の神話の再現だったりとか、まあ、そういうものはありますね。で、今回覚えておいてほしいのはですね、まあ、一種を焼け野原にしたという火災についてですね、まあ、そこを考えていただければいいかなと思います。それでは3頭の神話というものがあります。これはコバルオン、テラキオン、ビリジオン、まとめて3頭、まあ、または三重子とか呼ばれるのかな、のポケモンの神話です。これはオープニングで言った内容なのでドーンと出しておきます。まあ、こちらでもね、火災っていうね、災害が起きております。で、その災害は誰が起こしたのかっていうと、人が始めた戦なんですね。まあ、なので一種地方はね、まあ、たびたび戦争だったりとか、あと燃えてたりするというわけでございます。コバルオン、ビリジオン、テラキオン、この3体について解説していきたいと思います。この3体ってかなり特徴ないよな。まあ、その通りで、まあ、この3体はかなり特徴というか、まあ、設定もかなり薄くてですね、そして、まあ、最後にケルディオっていうねポケモンも4体目で存在するんですけど、まあ、これはまあ映画に丸投げしているんで、まあ、ちょっとゲーム内の神話っていうのは若干弱めなところがありますので、まあ、そこまでしっくりくる内容で解説できるかっていうとちょっとわかんないっす。僕は。はい、はい。コバルオン、ビリジオン、テラキオン。この3体は人間の争いにより巻き込まれていたポケモンたち、かわいそうなポケモンたちを守っていたっていうね、伝説のポケモンになります。まあ、人間から神と言われていたというよりはポケモンたちの神で、まあ、人間に対してはかなり蔑んだ目で見ていました。争いが絶えないので。そして4体目。ケルディオは先ほどの3体のマスター的存在ではなくてですね、ケルディオの場合、弟子っていう立ち位置になります。この3体からいろいろなことを教わっておりました。コバルオンから
で、名前の由来なんですけど、多分コバルトブルーの色と、コバルトっていうね、金属から鋼タイプがついているという感じです。で、これちょっと特徴的なのが、テラキオンとビリジオンに会うためにはコバルオンに、まあ、一度会って戦闘をしていかなきゃいけないっていうところですね。一体ずつ仲間にしていくっていうイメージですかね。続きましてテラキオンです。で、テラキオンの名前の由来なんですけれども、これドマイナーな色なんですけれども、あのテラコッタっていう色があるんですねこれちょっと面白い名前なんですけど、僕も初めて知りましたね。で、この色彩規格っていうのがあるんですけれども、まあ、くすんだ赤とか、まあ、薄い赤っていう色らしいんですけれども、でも色灰色なんだよな。まあ、ただこのテラコッタっていうのは、あの粘土っていう意味があるので、まあ、粘土色、まあ、ああいう想像する、あのよくね校庭とかでね粘土掘ってたと思うんですけれども、まあ、ああいう色っていうイメージもありますね。まあ、ただ、まあ、色彩として考えると、まあ、やっぱあのレンガ色に近いものになるので、まあ、ちょっともう少しふさわしいテラっていう名前が入った色を知っている方がいたら教えてください。そして最後ビリジオンですね。こちら名前の由来なんですけれども、ビリジアンです。緑です。これ結構ね、あの昔僕が初めて自分のお金で買った絵の具の色がビリジアンだったんですね。なんでめちゃめちゃ覚えてます。そして、幻の4匹目ケルディオです。で、ケルディオに関しては、まあ色としてはまあ水色なんですけれども、そこの要素はかなり多く含まれているわけではなくてですね、イギリスのスコットランド地方に伝わる水辺の幻獣ケルピーっていうのがモチーフになっています。で、そしてなんか一応セルリアンブルーっていうのがモチーフになっています。どこだ、これ海外名とかなのかななるほど、あ、わかりました。語呂だわ。ケルディオとセルリアンみたいな感じですね。これ多分。まあ、これはあの僕が言ってるわけじゃないですかね。いつも言ってる通り。ちょっとここは強引なんですけれども、ケルディオ他にもね、由来が非常に面白いです。ラテン語のディオクレティアヌス。そして、このディオクレティアヌスなんですけれども、これがローマ帝国の皇帝です。まあ、これもね、ローマ建国の話が一種神話にある通り、一応ね、こういう風にディオのところがモチーフになっていたりとかですね、これね、トリプルとかね、カルテットミーニングなんですけれども、あとはロデオですね、スペイン語で。イタリア語のディオ、これが神になってます。あのディオではないですよ。それではこの4体をまとめたモチーフが存在します。それが三重詩という物語です。三重詩はアレクサンドル・デュマ・ペールによる小説です。1844年に新聞世紀により連載されました。コバルオンのモチーフになったのがこの三重詩の登場人物の三重詩の一人アトスです。三重詩の中では最年長であり、最も理智的な性格を持っています。まあ、なので、導きのコバルオンにはぴったりな設定になってます。続いて、テラキオンのモチーフになったのがポルトス。これも三重詩の一人です。ポルトスは見えっ張りな性格で、三重詩の中では一番大柄で力持ちです。試練のテラキオンにぴったりな由来になってます。そして、最後、ビリジオンのモチーフになったのがアラミス。三重詩の一人です。まあ、神話の中では素早い身のこなしで火の粉からポケモンを守ったって書いてあるんで、まあ試作っていう部分はあまり出てきてないですね。まあ素早いんでしょうね。じゃあケルディオは誰なのかっていう話なんですけれども、これがダルタニアンです。まあダルタニアンはもともと三重詩の仲間ではないんですね。ただ三重詩っていうこの文学作品における、まあ、主人公みたいな感じになっていて、三重詩の物語ではなくダルタニアンが、まあ、三重詩の仲間になって成長していくっていう物語になっています。まあ、ケルディオもね、なんか主人公っぽいですよね、この4匹の中では。それでは先ほどの神話のこの部分を見ていきましょう。人間の起こした災害からポケモンを守るため、ビリジオンは素早い身のこなしで火の粉からポケモンを守ったと伝えられている。まあ先ほども言ったように火災を
人間が巻き起こしているっていうところですね。そして最初に話した一種の神話にもゼクロムとレシラムが炎を放ったっていうね記述があります。そのためこの火災は一種伝説が起こした火災なのではと考えることができそうなんですが、三銃士の神話の方の最後ですね、戦を始めた連中を圧倒的な力で蹴散らしたって書いてあるので、このまま読み取るとですね、ゼクロムとレシラムをこの3匹が超越してぶっ飛ばしに行ったっていうね、話になってしまうし、あくまで、この3匹プラス1匹の対象は敵は人間なわけですね。なのでこのゼクロムとレシラムが起こした火災と神話にある火災というのは別のものになります。じゃあどういうことかっていうとですね、各地で、その子孫たちが争いをしていたんですね。戦が絶えなかったんです。その時に火災も起きるでしょうよというところで、この部分と、この3匹の神話、3頭の神話っていうのが重なってくるっていうところですね。あくまで、双子の子孫たちが争いをやめなかったことに対して、この3匹も結構切れていたっていうところですね。この3匹が蹴散らしたところで結局人間たちは争いをやめなかったので、ゼクロムとレシラムが焼き払うっていう形にもなってますけれども、そこら辺に関してはかなりぼやかされているので、今のも考えの一つとして受け取っておいてください。はい。でこの三重士のポケモンたちに関して話せることがこれ以上ない。ただケルディオに関してはもう少し話せます。話していきましょう。BW のイベントによると、生まれは石化の出現っていうのがわかります。そして、人間たちの戦で森が火事で焼けてしまった時に、ケルディオは謎のポケモン、親です。親とはぐれてしまいます。これが先ほどの神話の話です。先ほどの神話の時に、ケルディオは親を失っています。親を失ってしまったケルディオは、先ほどの3匹が親、そして師匠となり、生きていくための術と知恵を授けました。そしてケルディオは成長し3匹をしのぐほどの力を持つようになります。ここも三重士と似ている部分になりますよね、文学としての。ただケルディオはその後石化の森から姿を消して無鉄砲にどっかに行ってしまいます、ゲーム内では。その後もブラックホワイト2では神秘の剣をね再獲得して覚悟の姿に姿を変えていくという話なんですけれども、これ以上ゲーム内では話すことがありません。終わり。でね、もう一つこれ疑問点があるんですけれども、剣盾ではね謎にね高速で内定を果たしているのがこの純伝説と幻のポケモンなんですね。何なんだろうねこの速さって。レシラムとゼクロムもね内定しているんでね、これ第4世代がスキップされている。これまさかダイパリメイクの服。チャンネル登録をすればまた動画が上がります。よろしくお願いします。はい、グッズ売り出しました。ぜひエンディングから、チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。